ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木。ハローサムシング、ダイヤモンド愉快です。萩原貴男です。栃木県内の観光スポットや農産物など栃木の旬な魅力についてお送りするダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木、略してベリトチ。ゆかいさん、ビッグニュースですよ。ん？このベリトチ、今月から第一土曜日の他に第三土曜日も放送されることになったんです。やったー、やったということは、つまりは月2回になったってわけだね。はい、もう春から縁起がいいね。これもひとえにリスナー皆様の温かい栃木愛の賜物だとスタッフ一同感謝しております。本当だよね。これからもどんどん情報を発信していくので、みんなで栃木を盛り上げていこうぜ。で、今日のテーマは、はい、佐野黒唐揚げをご紹介します。いいね。さっきから美味しそうな匂いがね、本当にねしてるんですよね。そうなんですよね。はい、OK、 最後まで聞いてちょうだいね。この番組は栃木県の提供でお送りします。ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木。今回のベリトチは佐野黒唐揚げをご紹介します。あの、一度食べたらやみつきになっちゃう噂なんですよね。で、実はこの黒唐揚げ、一般的な唐揚げよりも黒い色をしているところから名付けられたそうなんです。うん、なぜ黒いのか皆さんわかるかな。実はね、ソースを使ってるんですよ。うん、ソース鶏肉をソースに漬け込んで黒い色になるということなんですよ。そうなんですよね。うん、いや、でもよく考えましたよね。詳しい話をゲストの方に聞いてみようかな。ダイヤモンド愉快のベリーグッド栃木、ご紹介します。合同会社飯町佐野奉行所代表社員で代官の堀川悦郎さんです。堀川さん、ご無沙汰しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は実はね、もう一人ね、そうなんです、来てくれてるんですよ。私のマブダチなんですけど、はい、カタカタ言ってますけど、もう佐野と言ったら、ええ、佐野丸です。お、イエーイ、ありがとう。スタジオに来てくれました。はい、もうね、スタジオ狭くなっちゃったよな。どういうことかな。佐野つながりということでね。そうなんです。そして佐野と言ったら黒唐揚げの歌、誰が歌ってるか知ってる？俺、え、ゆかいさんがピンポーン今流れてるやつですね、これですね。そう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 、明るい曲ですね。これはね、もうね、あの、花輪くんがね、はい、お笑いタレントの花輪くんが作った曲なんですけど、はい、うん、あの、黒唐揚げのね、歌を作ったんです。いやー、ゆかいさんノリのいい曲なんですけど、これ、うん、タイトル俺たちは知っているっていう、うん、ダイヤモンドゆかいが歌ってます。よろしくです。うん、そもそもなんで黒唐揚げを開発されたんですか、堀川さん。はい、今から6年前の話になるんですが、はい、当時佐野ラーメン芋フライというのはやはり有名なあのグルメで、まあ、そこに対して、まあ、未来の子どもたちのために第三のグルメを開発できたらいいんじゃないかということで、まあ、唐揚げフェスをやろうということで、あの、地元のパパたちが集まってあの開発することになりました。はい、うん、まあ、そこで奉行所オリジナルの唐揚げを作らなきゃいけないよねということで、メンバーの一人が奥さんが作ったソース味の唐揚げを持ってきたことが最初の発端でした。そして、まあ、それがこれはいけるかということで佐野黒唐揚げが誕生したということです。そうだったよね、そうだったよねって佐野丸も言ってるよ。そうですね、はい、いや、でもソース味の唐揚げって本当よく思いつきましたよね、ゆかりさん。そうっすかみたいな。まあ、佐野市はあの、実はソース文化なんていうものもありまして、天ぷらを食べるときにもソースをかけたりなんて、そんなお宅もたくさんあるようです。まあ、あとね、佐野といえば、うん、その佐野丸の腰にも刺してありますけど、うん、芋フライね、うんうん、やっぱりこれソース文化の一つですよね。うん、そうなの、やっぱりね、うん、佐野のソースはね違うんだよね、ちょっと一般とね、はい、やっぱり塩分と酸味少ないんですよ。だからね、何にでも合っちゃうの。なるほど、うん、はい、ではあの、今日は佐野黒唐揚げを佐野からお持ちしたので、ぜひ お召し上がりいただきたいと思います。
待ってました。じゃあ遠慮なくいただきます。まさに黒い。今回はどちらのお店の黒唐揚げなんですか？はい、佐野からの 花子カフェというお店の唐揚げをお持ちいたしました、はい。まあ、花屋さんでありながらカフェも併設しているっていう特別な特殊なお店なんですが、衣に数種類のスパイスを混ぜ込んでいるため香りが芳醇で、まあ、ソースだけの黒唐揚げよりも独特の旨味があるということでした。佐野丸の鼻が動いてますよ。その何いい匂いしてるっていただきます。ああ佐野丸が食べたそうな顔で見てる。うめえ。絶妙なバランスですよね。ソースがまた、はい、漬け込んで、ね、染み込んでるから、はい、なんだろう、漬けて食べるのとまたちょっと違うっていうかさ、お、うん、衣がまたサクサクになるんですね。これもお店独特の、うん、はい、あの試行錯誤して、中が柔らかくて外がパリパリっていうね、これは本当に絶妙なバランスの黒唐揚げです、うん、ありがとうございます、はい、100点堀川さん、うん、あのこの黒唐揚げの定義とかってあるんですか？はい、あ、そうなんです。あの実はや、まあ、まず最初にソース味であるっていうことはもうあの当たり前なんですが、まあ、衣がガリッとクリスピーであること、うん、またこれも黒であるってことと、また後味がピリッとスパイシーであること、まあ、一番大切なのが私たちのいい町佐野奉行所のお墨付きを得るということが大切になります。なるほど、はい、今回はその花子カフェというお店の佐野黒唐揚げをいただいたんですが、うん、他のお店もあるんですか？はい、現在市内の飲食店26店舗で提供しています。学校給食も含めてなんですが、子どもたちが大好きな佐野黒唐揚げです。お店についての情報は佐野黒唐揚げ、あの飯町佐野奉行所で検索していただくと分かりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、はい、またあのお土産用の冷凍佐野黒唐揚げもサイトで購入できますし、ぜひ佐野 の観光物産会館やサービスエリアでも販売しているので、ぜひお越しいただけたらありがたいなと思います。うん、佐野丸とともに、佐野丸全国なんだからさ、ね、一緒に全国に広めようぜ。yeah. Yeah. あと堀川さん、この佐野黒唐揚げ、まあ、いろんなところで、うんうん、あのお客様に展開しているという話を伺ったんですけど、はい、ありがとうございます。実は回転寿司チェーンのスシローやコンビニのミニストップでも期間限定で佐野黒唐揚げを販売していただいて、すごい反響をいただきました。例えばスシローですと、昨年11月29日いい肉の日から今年1月6日までの63万食が販売されて完売となりました。実は2月に追加で5万食追加提供されたんですが、まあ、それもあっという間に完売したと聞いています。はい、またあの佐野のイオン佐野店では、佐野短期大学の栄養士フィールドの皆さんがレシピを考案していただいた佐野黒唐揚げも販売されていたり、多くの皆さんと連携して佐野黒唐揚げの普及に取り組んでいます。イエーイ、黒唐揚げを盛り上げていきましょう。よろしくだ佐野丸も。イエーイ、聞こえるこの佐野丸の、おお聞こえてます ねラジオだとね。イエーイ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 、なんだと思うの聞いてる人はね。堀川さん、ありがとうございました。ありがとうございます。地元を愛するパパたちが作り上げた佐野黒唐揚げ、佐野のソース文化から生まれた美味しいグルメ、ぜひとも皆さん食べてくださいね。さて萩くん、次回は、はい、市貝町で開催されている芝桜祭りをご紹介します。放送は4月20日土曜のこの時間です。さて番組ではゆかいさんのサイン付きクオカード1000円分を2名様にプレゼントしています。番組の感想、あなたの住所氏名を必ず書いていつもの宛先までお送りください。またこの番組で過去に放送したものを栃木県の YouTube チャンネルから聞けますよ。チャンネル登録、いいねもお願いします。オッケー、ダイヤモンド愉快のベリグッド栃木、ダイヤモンド愉快と萩原貴男でした。ボンボヤージュ。